いや、こんにちは、花井レモさん。動画たくさん作ってるんで、花井レモさんもね、この私とのやり取りの動画探すのにちょっとひと手間かかるようになってきましたね。でもね、私も花井レモさんが言うように結構動画出してるでしょ。だってこれが、まあ、言ってみれば仕事ですからね。動画アップロードすることをやめれば私はもう何者でもないと、単なる隠居でございますんで、これからもね、たくさん動画作っていきたいと思います。確かに動画を毎日投稿するんだよってこと言われますけども、それがね、1日に30本40本の単位っていうことは言われる方いないと思うんですよ。でこれね、ブログでも SNS でもあったんですけども、その Facebook をね、更新しすぎると見てもらえなくなるよっていうふうなアドバイスあったんですよ。で私はね、 Facebook については1日に30投稿ぐらいしているんですよ、やっぱりね。まあ今は結構しなくなりましたけども。でそうすると、まあ、ワンスクロールクオ、ツースクロールクオって言葉が出てくるぐらい、私のフェイスブック友達はパッとフェイスブックログインすると私の記事が連発で30個ぐらい出てくるんで、もうどこまでスクロールしてもクボさんだよみたいなね、そんな笑い話もあったぐらいなんですけども、結局たくさん投稿して嫌われちゃうのは何でかっていうと、その投稿に全く価値を感じてないからなんですよね。いわゆる迷惑メール状態なんですよ。でも世の中に迷惑メールを書いてる人なんて一人もいなくって、何かの商品セールスを一生懸命書いてるだけなんですよ。でその商品が必要ない人にとってみたら、なんだよまたセールスだよ、迷惑だよってなっちゃうんですけども、まあ今ね、喉が渇いてしょうがない人にお水だよって言ったらありがとうございますってなると思うんですよね。お腹が空いてしょうがない人に、はいパンだよって言ったらありがとうございますってなるんですよ。美味しい美味しくない関係なくありがたがっちゃうんですよね。だから多くの人が欲しがる情報何なのかなっていうふうに考えていかないといけないですし、ただ残念ながら視聴者さんが増えていく中でね、全員のニーズを満たすものっていうのは分かんなくなってきます。まあ、ですんで、私みたいに1万4000人のそのチャンネル登録者さんがいらっしゃってもね、これだいたい1日に100人ぐらいの動画1本について100人ぐらいの欲求を満たすものにしかならないんですよね、私の場合はですよ。でも10万人とか100万人のチャンネル登録がいらっしゃる中で、まあ再生数がね、だいたい1万とか2万とか稼げる方っていうのは、自分の登録者さんの1割とか2割とかね、時には5割ぐらいの要求を満たすような、そんなプレゼンスがあるんだろうなと思いまして、これが情報発信者の質の高さだなと思うんですよね。そしてまだまだありますけども、チャンネル登録が10人なのに再生数が1万っていうのもね、結構たまにあるんですよ。これはなんか、なんだろう、不自然だなと思うんですけども、それだけ好きだったらね、チャンネル登録しろよって形なんですけども、再生数が多いのにチャンネル登録がいまいち伸びないってことは、これはですね、釣りの動画を作ってしまった、勘違いをさせている動画を作ってしまったって可能性があるというふうに分析できるんですよね。まあこういうふうにいろいろ数やってくると分かっていくところが結構あってですね、SNS の更新にしても、なんで、更新をたくさんすると人が離れていくのかな。それは多くの人にとってあんまり、価値を感じてもらえないような情報発信なんだろうなと思うんですよね。でそれでですね、真似るっていうのはすごく大事で、モデリングっていうんですけども、あ、この人みたいになりたいな、この人みたいな結果を出したいな、この人みたいな将来像を描きたいなと思ったら、単純にその人がやってることをどこまで真似できるかってことがすごく大事になってきます。まあ、ですんで、まあ、私速稼塾の YouTube をね、こう進めていく中で、ワントゥーワン動画する人むちゃくちゃ増えるわけなんですよ。で、まあ、私も Facebook ログインじゃない、 YouTube ログインすると、で何々何さんへっていう動画、本当にね、個人宛ての動画っていうのがよくね、見えるようになってきたんですよ。でそれを日課にしてる人もいるんですよね。それはまさにまだチャンネル登録とか関わりがそんなに少ないからこそできるところでもあると思うんですよ。少ないからこそ濃くやるって感じですよね。それすごくいいことだと思いますね。で多くなるともうどうしてもできなくなります。もう私の場合は本当にね、塾生さんの動画更新を発見することも難しくなってくるんで、もしかしたら私に対してのメッセージも見れなくなってくるかもしれないんですよ。今見れてないかもしれないですね。まあ、だから特に私にメッセージをくださる方っていうのは、メールでこんな動画作りましたっていうふうにお申し込みいただかないと気づかなくなっちゃいましたね。ということで、広げれば広げるほど手が行き届かなくなってくるっていうところもあります。まあ、でもね、本当は花良さんの登場のおかげで、なんかいろいろこうね、速稼塾ってものが育ってきたなっていうところありますね。刺激になったというか、新しい展開を迎えたというかね、でまさにね、ある意味乗っかるっていうんですかね、再生数を稼いでるものとか人気の
動画コンテンツっていうのはやっぱ真似ていくってことが大事だと思います。それを TTP っていうんですけども、私にはここにねちょっとした S を加えたいと思うんですよ。 TTPS ってやつです。この S ってのは何かっていうとスパイスなんですよね。スパイス、その全く真似るんだけども自分のスパイスは何かなと、自分の魅力は何かなと、自分の付加価値は何かなってことをプラスオンするとちょっとねペッパーをなじませるみたいな感じですよね。パセリを添えてみたりとかね。そうするとそれが丸パクリではなくってオリジナルコンテンツになると。そしてそのオリジナルコンテンツ TPPS を見た他の方がさらにスパイスをかけていろんな味わいを出していくんじゃないかなと思いますよね。まあ、ですんでね、今回の動画をまとめるにするとこういうことなんですよ。YouTube の中で誰かが言い出したことってそのテーマだと思うんですよね。じゃあそれについて自分はどうなのかな、どんな表現ができるのかなってことで一つの曲に対していろんな奏で方をやっていくってことだと思うんですよ。例えば私がですね、まあ何かね、そうですね、三味線でこんな曲を弾きましたって言ったら花屋龍馬さんがそれをギターで演奏してみると、松潤さんね、即歌塾の松潤さんはピアノでやってみるとか、ある人は歌を歌ってみるとかね、こういう感じでハーモニーを奏でるのが YouTube なのかなと思うんですよね。そして音色がすごくね調和してる人たちが集まって新しいコミュニティができるみたいな、そんなイメージを持ってますけどね。それではね、今度12日ですね、12日がまだいよいよ迫ってきましたね、っていうか迫りっぱなしなんですけども、今日がね9日ですからあと3日後になります。私ね12日はね、まあ、大和くんを学校に、学校というかね、インターナショナルスクールにお迎えに行った後、多分12時ぐらいには家に帰ってくると思うんですよ。それからちょっとね、大和くんの食事など済ませつつ14時ぐらいからお会いできればなと思ってます。時間多少前後しても構いませんので、到着しそうになったらねちょっとお車止めていただいてもうちょっとで着きますよみたいな感じでご一報いただくと玄関の前とかね掃除できるんで助かります。よろしくお願いします。それではいってらっしゃい。